こんにちは、2024年3月22日金曜日です。舞鶴電脳工作室です。お客さんに頼まれて、マイクロエース社の64年製ホンダ S600 を作りました。32分の1なんで大変可愛いです。はい。それでマイクロエース社から出てるんですけど、もともと LS 社、から引き継がれた金型だそうです。で、当時はアリー社と言ってたんですけど、マイクロエースに改名したと。で、マイクロエースって鉄道模型、が主力なんですけども、こういう他社から引き継いだプラモデルも扱っています。で、特にこの、32分の1のオーナーズクラブシリーズはですね、このもともとの LS 社が、1980年代に1960年代の名車を、シリーズとして発売したものだそうです。でですね、まあ当時のことなんで、ゼンマイ、チョロキューとかが流行ってた時代で、ゼンマイをつけることになっています。今ゼンマイついてませんけども。はい。で、作りました。で、この S600 は、スーパーホワイトという、ミスターカラーの色をエアブラシで塗装しました。はい。それで、あとはですね、マスキングして、ね、モールを塗ったり、しています。で、ホイールはタミヤのラカート料マイカシルバーですね。はい。で、クリアパーツは、ゴム系接着剤で接着しています。それぐらいですかね。まあ、小さいんでお手軽に作れます。割にはプラモデルの楽しみである塗装が堪能できて非常にいいシリーズだと思います。でですね、これはい、ハードトップを外してオープンにすることができます。すごいですね。600cc なんで、今の軽自動車は660なんで、それより小さいんですね。で、当時の車はですね、非常に楽しいです。まあペラペラという感じもするんですけども、軽量コンパクトで、が何より。で、マニュアルミッションですね。で、本当によく走るです。で、電子制御も何もない時代なんで、自分でね、いろいろと操る楽しみがありました。はい。で、私は2ストロークの鈴木ジムニーに乗ってたんで、その辺はよく思うんですけども、というところです。はい。こちらは同じくマイクロエース社の、63年製プリンススカイラインですね。まだ日産じゃなくてプリンス自動車なんですね。まあ、これがスカイラインとかに発展していくんですけど、2000GT なんで、これはかなり強力な車ではあります。めっちゃボクシーなセダンですけども、銀色で塗装してほしいと。屋根は黒でということなんで、このようになりました。はい。これマイカシルバーですね。ちょっとすごく明るくキラキラした銀色ですけども、いい色だと思います。まあ墨入れをしています。ホイールのところなんかそんな感じですね。はい。ちょっと比べてみましょうか。はい。右が1964年のホンダ S600 で、左が、63年のプリンススカイライン 2000GT です。やっぱり、S600 は軽自動車って感じですね。はい。なかなか楽しかったです、作るの。はい。まあ、自動車模型はね、基本的に
光沢トップコートを最後に、存分にというか垂れる寸前まで、吹きかけて、乾燥させて、まあ交番手のスポンジヤスリと、コンパウンドで磨くという楽しみがあります。別にトップコートだけでも光るんですけども、コンパウンドでキュッキュッキュッと磨くとピカッとして非常に嬉しいです。はい、そうですね。パーツ数はめちゃくちゃ少ないんですけども、見えますかね、黒飛びして黒つぶれして見えない。ですけども、もちろんハンドル、シフトノブ、ハンドブレーキとかあるんですね。楽しいです。はい、これが寄れる限界みたいですね。はい、シフトノブのてっぺんはレッドブラウンで木目調にしました。はい、こんな車乗りたいですね。このマイクロエースのオーナーズクラブ、何がいいかというとですね、安いんですよ。821円、 M レーシングさんから引き継いだやつですね、このスカイラインは。で、舞鶴電動工作室で仕入れた S600 は760円です。すっごく安いです。でもミニカーを自分で買うのももちろんいいんですけども、やっぱり自分が好きなように塗装する、組み立てるというのは何よりだと思います。組み立て説明図とカタログがあります。本体価格800円となってますね。うちは消費税いただかないんで800円ちょっと切るんですね。はい、で、ですね、組み立て説明図いろいろあるんですけども、よっこらしょ、そうですね、取り立てで何を言うほどパーツも少ないんですけど、ここにパーツ全体があって、番号通り組み立てていけばいいんですけども、そうですね、クリアパーツはゴム系接着剤でって感じですね。で、グリルとか、こういうホイールの影とかは墨入れしています。な感じですね。はい、ここに角を切るって書いてありますけど、どうやらこれゼンマイの、この部品も多分ゼンマイのための部品だったようですね。はい、で、昔のプラモデルでバリがあるとか穴がよくわからないとかあるんですけど、そこは大体昔こんなもんだったっていうのが、そうですね、で、これが何ていうか一覧なんですけど、1番がフェアリディ2000ハードトップ、2がホンダ Z、 3が、これですね、 S600、 スバル N360、 ホンダ N コロ360、 クラウン、ミゼット、キャロル、フェアリディ Z、 ダイハツミゼット、このオート三輪は人気ありますね、ヨタ8、フォルクスワーゲン、イスズ、ベレット、マツダクーペ R360、 これなかなかいいですね。で、パブリカ、懐かしい、 K360 とかあります。はい、小さいんでコレクションするにも作るにも、本当に休日にゆったりしてる時にプラモデルでも作ろうかというのがいいと思います。もう一つありました。これがですね、はい、これですね、これ、22番63年のホンダ T360 です。オート三輪じゃなくて、ホンダの軽トラは360ですけど4輪なんですね。
なんか非常にホンダらしい。で、これはブルーメタリックで、ホロはね、この色でこんな風にできる。トラックなんでなんか運べそうですね。現在舞鶴で農耕作地に在庫しているマイクロエースの、オーナーズクラブなどです。でもここにアリーって書いてありますね。はい、マイクロエースはもっとアリーという名前だったんです。改名したんですね。はい、でアリーアリーアリーはマイクロエースとなってますね。ギャラン GTO です。長谷川にも24分の1がありますね。で、R360 クーペレーシング非常にいいと思います。キャロルのパトカーで R33GTR、パトカー、やっぱりあの人気があるんだからですね。でこの前仕入れてきた、ハコスカレース仕様、高橋国光選手って感じですね。はい、でこれがさっき言ってたあのオート三輪です。これ非常に可愛いです。はい、そうですね。中舞鶴の直角カーブでこけた写真が有名ですけど、はい、ね、その下に同じアリーマイクロエースの交差点シリーズがありますね。実はまたこれ再販されるそうです。リニューアルされるそうです。いろいろあります。でプラモデルっていろいろあるんですけど、まあ、これ32分の1なんで、こっちにあるのが青島さんのラクプラですね。一番上の、FD3 はあのあれですね、モーターライズなんですね。はい、非常にいいと思います。キュンキュン走ります。はい、それで、下がラクプラシリーズです。あの非常によくできていますし、かっこいいです。あの60年代の車じゃなくて最新の車があるのがいいと思います。ジムにいいなと思います。はい、で、こっち側長谷川とか、青島とかタミヤの、ファインモールドもありますね。ウォルターソンの999モデルキットもありますね。はい、プラッツの飛行艇もありますね。ここら辺1000円ちょいぐらいのキットです。はい、プラモデルってあの難しそうとかいう感じもあるんですけど、こういうのから始めるといいです。子供の頃はいろいろ作りまくってた気がしますね。はい、そうなんですよ。はい、青島さんからはですね、模型店から希望してですね、こういう風にサンプル送ってもらえるんですよ。はい、ね、スーパーカーとか R さんにスカイランとか FD とかいいですね。はい、先月、2024年、2月の、23日金曜日、24日土曜日に東舞鶴の学び藪という大型公民館で、模型展示会、座談会がありましたけども、その時に、座談会で、まあ、初回ということで店長の模型作りと塗料のお話をしました。塗料のお話は舞鶴高専の小島先生の解説が秀逸で素晴らしかったですね。で、まあ、ちょっとプラモデルやってみようかなという方にごく簡単に紹介します。あの道具としては今映ってるものぐらいですね。で特にこのニッパーですね。このニッパーはあの別に100均で売ってるのもいいんですけど、ここに映ってるのはあのタミヤの先細薄刃ニッパーというやつで、だいたい3000円近くするんですね。2900円とかですごい高いんですけど、プラスチックで柔らかいんで、あんまり良いニッパーでないと潰れてしまうんですね。でこれだとスパッと切れて切り口も鋭いので非常にはかどります。はい、それでですね、どうしても
切ると潰れるんですね。でスパッと切れればいいんですけど、なかなかそうもいかないという時はこのナイフで、します、修正しますね。でこれはタミヤのモデラーズナイフプロというやつですね。ちょっとお高いんですけど、音小さいって言ってます。もちろん100均でもあります。はい、でもやっぱりタミヤのは使いやすいです、ですね。でまあ刃をよく交換するのがいいですね。でここにあるのはピンセット、まあ、これも普通なんですけど、まあ工具って何でもそうなんですけど、なんとかとハサミは使いようで、いいハサミをうまく使うというのがあのコツなんですね。でそれでじゃあちょっと、紹介すると、この白いキャップ、タミヤのやつですね。タミヤの白いキャップが要するに接着剤です。はい、プラモデルの接着剤です。これはですね、あの座談会でも言いましたけど、プニプニしてるんですね、樹脂が入ってて、固まるとそれが残るんですね。でそれがプニプニして隙間を埋めてくれたりします。で粘り気があるので部品を保持してくれたりするんですね。それに対してこっちの緑はサラサラで、流れ込むんですね。で密着してるところに流し込む、もう再開現象で流し込んで、プラスチック同士を溶かして接着するということで、それができるならば、密着できるならばこれがいいです。で次にですね、ちょっと右からいきましょうか。これがタミヤの墨入れ塗料というやつです。で墨入れ塗料って何ですかというと、エナメル塗料をこのエナメル溶剤で薄めてるんですね。カルピスウォーターみたいなもんだそうです。で、エナメル溶剤、エナメル塗料って、普通のラッカーとかアクリル水性塗料に比べて弱いんですね。だから拭き取れるんです。拭き取るのは綿棒が一番手っ取り早いですけども、で、拭き取るときに綿棒で拭き取れるんですけど、さらにこの溶剤を使うとよく取れるということです。で次に真ん中にあるこの黄色のキャップ、なかなか使ってる人少ないんですけど、タミヤのマークフィットです。で、あのマークフィットというのはデカールをなじませるんですね、なじませるんですけど、柔らかくする成分が入っているそうですので、あのよくなじみます。曲面とか、筋彫りとかによくなじみます。はい、で、貼る前と後にするのがいいです。で、デカールってどうしても、まあ、シールが、に糊が貼ってあって、それが柔らかく、ペラペラ、薄いものなんですけども、これを使うとうまくいきます。で、それからですね、あの接着剤、これもう一つあるんですけど、これあのゴム系接着剤ですね。これセメダイン社のハイグレード模型用ってやつですけど、これをお客さんに紹介してもらったんですけど、クリアパーツとかメッキパーツに非常によろしいです。で、接着力が弱いとか時間がかかるとかいうこともあるんですけど、いやいや、あのそんな全然使えないってわけじゃ全然ないです。要するに使えます。で、あの曇らないし、粘り気があるので、慌てる必要がないです。そこが一番美点ですね。はい。で、これがコンパウンドです。はい。で、コンパウンドは磨き粉なんで、磨けます。はい。で、トップコート。トップコートですね。これです。私の使ってるのはこれで、クレオスの光沢トップコート、水性です。水性なんで安全とも言えるんですけども、いいです。はい。で、トップコートをなんで透明のものをわざわざするのということなんですけど、非常に光沢が出ます。あるいは、艶消しトップコートというのがあって、妙なテカリを抑えられます。で、もちろん、塗料の保護にもなるんですね。はい。はい。ボディや、屋根などを塗った塗料です。クレオスのスーパーホワイトと、艶ありの黒 C2 ですね。
で、ラッカー塗料なんでミスターカラーのクレオスの、このシンナーが必要です。 でエアブラシで塗るときはこのレベリングシンナーがいいです。乾きが遅くてよく流れて均一になるんですね。ということでこれもお客さんに教えてもらいました。非常に使いやすいです。本当にこのラッカー塗料というのは薄め液でうまく薄めるとよく流れて非常にきれいに発色よく塗れます。おすすめです。それでですね、メッキパーツが少なかったのでということもあるので、これタミヤの LP72 マイカシルバーという色ですね。これ非常に金属光沢がよく出ます。はい、それで、ラッカー塗料なんで、レベリングシンナーを使います。非常にいい色です。ラッカー塗料ってこうメタリック的な色の発色がとてもいいんですね。はい、その他の色です。ですね、まあ要するにいろいろ細かいところを塗るときにですね、どんなコントを使っているかというとタミヤアクリルミニ水性ですね、塗料 X11 クロームシルバーです。まあラッカーじゃないのでこうメタリックの色きつそうなんですけど非常にいい色です。タミヤの X11、X12 ゴールドも非常にいい色です。で黒は XF1 はフラットなんで艶消しなんですね。こっち X18 はセミグロス半光沢です。これもやっぱり違いますね。で、これが X7 赤です、レッドです。で後ろにあるのがクレオスの水性ホビーカラーのクリアレッドとクリアオレンジです。自動車とかバイク模型にはよく使いますね。ストップランプとかウインカーランプですね、というものです。こういうもので作りました。はい、舞鶴電動工作室の通路奥の塗装スペースです。こう右側に、流しと瞬間湯沸かし器があるのが好評です。それで、よっこらしょよっこらしょ、換気扇があります。で、これはですね、はい、タミヤのツインファンの、塗装ブースですね。でこれがそれに付属しているターンテープです。で、こちらがクレオスの C5 ですかね、 L5 か、はい、コンプレッサー、これ耐久力があって非常にいいそうです。で、エアブラシはハンドピースとかにですね、これトリガー式です。トリガー式はとにかく簡単です。はい、引けば出るというのは本当ですね。はい、で、キャップはですねこれネジじゃなくてカパッとはまってるだけなんですね。こんな感じです。でエアブラシは難しくないです。はい、うまく薄められるかどうかですね。で、あとこのお尻でこのネジでどこまで引けるかというのを調整するだけなんですけどです。で、あとそのニードルの突出量とかいうのがあるんですけど、まあ一度決めれば大体ね。で、右側に乾燥ブースといっても、もう皆さんお分かりのようにこれは食器乾燥機です。ですね、このヤマゼンの食器乾燥機は、まあ、50度ぐらいなんですね。で非常にプラモデルの乾燥には適しているということで大型量販店でも売っています。はい、こんな感じですね。で、もちろんラッカー塗料シンナーは有機溶剤なんで、簡単に言うと発がん性があるということなんですね。で、まあ、プロはきちんとマスクとかするんですけども、服とか着るんです、手袋もするんですけども、
まあ、あのプラモデルはそんなに大量じゃないんで、すけども、ここにありますけど、あの、まあ、手袋とかマスクはしておいた方がいいですね。はい、な感じです。よいしょ、オフ。はい、でもちろんあの自分のハンドピース持ってきてもらえば慣れてるので使います。でこちらはですね、お客さんに持ってきてもらったやつです。はい、ね、あの舞鶴電動工作車は築100年以上という大変な老舗、まあ、開店して次で5年目ですけども、あ、まあまあ使いやすいです。はい。